児島のさまざまな場所に全力で生きる人たちがいます。きっとその姿は未来の鹿児島を担う力。これからその情熱を綴っていきます。カゴンは未来ロンド、一木久志木の市で開かれたコンサート。会場のみんなも楽しそうに踊っていますね。このコンサート、耳が不自由な人たちでも音楽が楽しめるある仕掛けがあるんです。今回未来への思いを綴るのは NPO 法人ハッピーブリンデンの皆さん。メンバーたちが開いているのは歌のバリアフリーコンサート。この方は手話で歌詞を、この方は身振り手振りでテンポを、そしてこの方は感情を体で表現。そう、音楽を目でも楽しめるようにしているんです。このパフォーマンスと歌は全てグループのオリジナル。これまで100カ所以上で公演しています。耳の不自由な友達がいて、その人が音楽を楽しめないんだっていう話を聞いて、だったらみんなで考えてその人も一緒に楽しめるコンサートを作ろうじゃないかって。この日メンバーたちは知的障害がある人たちに向けてコンサートを開きました。どんなハンディキャップがあっても同じ空間で同じ音楽を一緒に楽しめる、その思いはちゃんと届いていました。すごく楽しかった盛り上がりがあった。楽しかったですか？皆さんの考え方が優しいとか歩み寄るとか、そういうふうなことのきっかけになるように頑張っていきたいなと思います。どんな時も心に寄り添ってくれる音楽、この感動が全ての人に届いてほしい、そんな思いでメンバーはエールを送り続けています。 NPO 法人ハッピーブリンデンの皆さんが綴る未来への思いは、これからも耳の不自由なお友達もそうでないお友達も一緒に音楽を楽しめる、そんなコンサートをお届けしていきます。頑張ります。